いどうもピオキングです。今年一発目のトロールコースト一発マリオやっていきますか。そして皆さん明けましておめでとうございます。去年はですねたくさんの人に支えられてここまでやってきた僕ですけれども、今年は僕がですねみんなを支えることができるような動画を作っていきたいと思います。まあマリオやってるだけなんですけどそれじゃあ今年もよろしくお願いします。で今日のトロールコース、トロールインフェスティッドウォーターズ、説明文にも書いてる通りですねウォッチフォーフォーリングフィッシュって書いてるんですよ。魚が落ちてきているのを見るということなんじゃないかなと思うんですけど、新年早々ですね魚を言うためにこのコースを選んできてまいりました。それじゃあ早速やっていきますか。いや魚が出るといいんだけどね、サムネの様子じゃ結構ね出てきそうな予感はするんですけど、さあ最初にオフしかないで、ね、オフを叩いて魚が出てくるみたいな、そんな感じなんじゃないの。出してきてよ何このやられ方どうしようもねえじゃんか。じゃあここはオフをして切り替わる前に上に行けっていう感じだね。さあここでオフをして魚が出てくると思うんだよね。絶対ここで魚だよ。魚じゃねえここサムネ詐欺かもしんないね。サムネでプクプクをたくさん出させると思わせといて違う罠をたくさん持ってくるみたいな、そういう企みがあるよこの制作者さん。じゃあここはどうしよう、下に行ってベッドをかぶるしかないよね。かぶりますうわ届かねどうしよう戻ろうか、あーこっちも戻れねじゃあここ蹴ってよかったのかな、蹴ってみるね。あバーがあるから蹴れないのか、踏む踏んだらどうなるのいやどこ行ってんの、あここで鉄球が出てくるっていう感じで、そしてこのまま右に行ってドアに進めると、そういう感じだねうわメットかぶらないけんのやあの近くの場所に置いておいたらメットが取れるってこと、でも戻れんくなりそうじゃない。それじゃあこのメット蹴って下に降りておくよ、ここに降りておいたらメットかぶれるでしょ。あなるほど、このブロックが壊れて進めるようになってんのか。さあそれじゃあ進んでいきましょう、このパックフラワーも抜けて進めるっていう感じだね。そして次はジャンプして右に行くね、あって、あってない嘘でしょまた届かねえやつじゃんか。じゃあここは右上にジャンプすると青が消える、そういう感じだね。さあ進んでいきましょう、ここはどうしよう、あ、嘘、え、マジ、あじゃあここで一旦キノコを取って針に当たって右上に進めるっていう感じか。そしてこっからどうしよう、どっちが正解だと思う、どう考えても右が正解だよね。なんで左行ってみる、こっちが正解でしょ。よしよしよし合ってる熱いよ新年早々いい感じだ、このまま右に、大丈夫、魚には引っかかりません、今見えましたじゃあこのままドアに進んでいきますね。でここどうしようか、右にダッシュしていったらダメだと思うんだよね、このまま何もしない、ダメだよねじゃあここはドクロリフトが追ったところに追っておいてこのまま右に進めるっていう感じだね。でここキノコ出そうじゃない、なんで叩いた瞬間すぐ右に行く、うまい合ってるそんでここはブブーでしたねじゃあここは下のハテナブロックは叩かない、上のハテナを叩いたらオーンが変わるっていう感じでしょもう分かりました、ここ叩いてすぐ下に逃げよう、これで鉄球が避けれる、そんでここはどうすればいいんでしょうか、ジャンプいや合ってんのかな、合ってたんじゃないの、今ジャンプで成功だよね、うわそこだここで来たか魚が、じゃあここ一番左が正解なのかな、よしよし一番左が正解っぽかったね、なんでこのまま右に、うわこのちっこい怪しくない、やっぱ絶対魚出てくると思いました、よしこのまま抜けていきましょう。でこのから上の方行こっか、なんかこっちの方が良さそうっぽくない、なんでこっち行きます、あ違う2分の1じゃねえかこんなの、くっそ新年早々2分の1外してしまいました、今年の運気は大丈夫かな。そんじゃあこの土管に入って左おしっぱからこの土管に入る、あ入れんね、あら上の土管も入れなかったよ、いや左を進化してるけどね入れないんだよね、うわ青の方のとこに入ればよかったのか、ねえもう一回砲台出てきて頼むお願い出てきて
ブーじゃねえんだよじゃあこの土管から出ると右を出発してまたこの土管に戻れっていう感じだろうね。多分これで合ってると思うんだよね。そんで上に行けっていう感じ、こっちで合ってるのかな。で右を出発してみるね。あ、そして左のこの土管に入れるのか。もうちょっと左行ったら何かあるか気になんない。ちょっとこっち行ってみる。ブーブー言われてる。まずいまずいまずい、戻ってみよう。うわっダメじゃねえかそれじゃあもう無駄なことはしないでこの土管に入っていこうマジで無駄だったね。さあ中間ポイント、ここ魚が降ってきそうだな。やっぱり魚じゃあ一旦ここは魚を見過ごしておこう。見過ごしておいてもう一匹ぐらい出てくるんじゃないの。ほらほらほら、何匹も出てくると思う。あぶねそれじゃあ次に進みますか。3匹も隠してくるとはね、まさか思ってはみなかったですねそれじゃあこのドア入ったら右を出発してここ抜ける。そしてここでジャンプするとオフが変わると思うんだね。よしよしよし、裏豆が出てきやがったなんとなく分かってたんだけどね今。どうしようこのパネルじゃあここはジャンプした瞬間右ダッシュ、それで進めるっていう感じだよね。で下に行ったらまずいと思う。なんでここで右を出発熱いっそ抜けてよマリオそんなの。あ、何あの時ぞ、なんかヒントになってるっぽいね。あの時ぞかぶっていかなくちゃいけないみたいな、多分そんな感じだよ。ただでは引っかかりませんよ僕、これが一石二鳥っていうやつだね。でここで一旦オフを変えておいて右にダッシュ、そしてこの時ぞをかぶればいい。よしよしよし、多分これで合ってると思うんだよね。そしてこのまま上に行く、ヒントを出しやがって、でここで来たぞって上に行く。この時ぞじゃねえかうますぎない、これ被っていくって制作者は予想してたんでしょ、あの罠に引っかかって。うるさいだねマジで。じゃあここはトゲゾウが出る前に上に行って、このキノコでガリガリを抜けると、そういう感じだね。いやここは引っかかるよマジで。でどうしよう、うわ絶対無理やろあんなの。右を失敗、右を失敗してみるね。あ、右を失敗で抜けれるんだ。いやどうしよう、こんなの無理じゃんか。ジャンプしてみる真ん中に。分かった生き方が、ここはもう右に走ってて真ん中でジャンプ、そしたらこの場所に進める。このデカキノコは絶対まずいない方がいいよ。いやあった方がいい、多分取るで合ってるよ。そんでうわなんでなんで下に行ってんの、こういう時だけ一マスのとこ入れないじゃん、豚多すぎ。じゃあこのキノコ無視していくよ。キノコ無視してって、この音符から何か出る。いやあんたは呼んでね、右の方に隠れておけっていう感じかな、多分この隙間に。よしでこのまま上に渡ろうか。これはもう引っかかる予感しかせんくらい。もうジャンプして右を進化するよ。着地した瞬間またジャンプ、多分これでいいんだよね。そしてこのドアどっち行く、一旦上行って左、あ、なんもないのか。じゃあこのドア入るしかないんだね。いや入らしてよ、入らしてよよしよしよし、いや違う、臭いぞ。キノコ取らなくちゃいけないの、やっぱそれで合ってたんだね。ダックジャンプ、あ、しゃがんでジャンプすればよかったってことか。そんであの上の土管に入れたっていう感じなんだね。なるほど、ここは死に体験っぽい音がするけど、どんな死に体験なんだろう。分かったよ、この左のドクロコースターに乗るのが死に体験っていう感じだね。むずっかくっそんで右、よし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 。じゃあここでしゃがんでジャンプしておこうか。でこのまま、なるほど、これでこの一マスを回避できるっていうこと。じゃあここはこのまま上に行って着地した瞬間右、ここまで合ってるんだね。上気になんだ、相当上気になんだ。ここ、こっち行ってみる。うわブブー言われた、どうしよう投入じゃねえかこれなんか久しぶりにこういうトロールコースした気がする。初見殺しマックスみたいな感じのトロールコースじゃないでさ、なんかもう心理戦みたいな匂いがするよねこのトロールコースって。じゃあ次はこのドアにちゃんと入っていくよ。そんでこのまま右行って土管に入れるっていう感じでしょ。よし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 、もうすぐゴール近いと思うんですけどね、どうなんだろう。うわここキノコダメって書いてるね。
一回当たってこいってこと、ここまで。そして上のドアに入れみたいな。うわマジかよ、どこに連れていくの、なんか死体級みたいな。うわやっぱ死体級じゃねえか。あでも今度簡単だよ、ここでジャンプできるもん。でこのまま右に行けばいいと。死に耐久と見せかけてゴールだったね。いやこんな嬉しいサプライズはないね。それじゃあどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ右尾袋というこのコース。このコース一見簡単そうには見えるよね。ただこのチャンネルを見てくれてる方は分かると思うんですけど、一発マリオで右尾袋っていうコース今までにやったことがないんですよ。めちゃくちゃ気になります。それじゃあ早速やっていきますか。多分ファイヤーマリオのママゴールだと思うんだよね。あ、やっぱりそういう感じか。それじゃあ最初のファイヤーフラワーがなんかヒントになってるっていう感じかな。いやこれ無理じゃね。最初右向いてスタートするよね。速攻左向いたら間に合うのかな。じゃあスタートした瞬間左向いておくね。これでどう。なるほど、これでオンオフブロックが発動しないのね。じゃあ初代スキンみたいにさ、左向きでジャンプしてその後右に進んでみようか。うわっやっぱダメだよね。ユースキンはね、左向いたままジャンプしてもすぐ右向いちゃうんだよね。これをどうやってクリアするんだろう。スピンジャンプかな。スピンジャンプしたら、あ、これでいけるんじゃないの。これでちょっと右に進んでってみるね。こう、うわダメだね。もう右向いた瞬間もう右反転になってるね。右反転って何。くるりんでいけないから絶対これもダメだよね。これでちょっと行ってみるね。こう、うわダメだね。やっぱりくるりんもダメか。ちょびちゃん、ちょびちゃんで地面につくギリギリで右行ってみよっか。こう、あ、これなんじゃないの。あ、難しい。これで進めって、いや難しいよね。でもこれなんじゃないからちょっと頑張って行ってみる。いやマジこれ判定しみやすぎない。ちょっともう一回挑戦してみようか。これダメだ、絶対違う、こんな生き方じゃないきっと。いやマジでわかんねえ、どうすればいいんだろうこれ。本当に難しいんだよね。難しいっていうか多分ね、分かれば簡単なんだろうけど、分かるまでが難しいね。この謎解きがマジで難しい。もうファイヤーボール出すことしかできねえ。あ、このファイヤーボール出しながら右に行ってみる。このファイヤーボール出してる時ってさ、もうマリオ左向いてるじゃん。この瞬間に右押したらいける。多分これだよ、活路が見えました。このファイヤーボールを出した瞬間右、多分これの繰り返しだよ。ほらほら、ちょっとずつ後ろ下がってるでしょ。これは来たんじゃないんですかね。もうちょっとでゴールできる。シール、あーいや分かればそんなに難しくないね。ということでこのファイヤーボールを出しながら少しずつ後ろに進んだら右を向かないでゴールできるっていう感じだね。右向いてないやんか。今右向いてなかったよね。右を向かないでゴールできるっていう感じだね。右向いてないやんか。いやこれは新しいマリオだね。もうマリオって言っていいのか分かんないんだけど、このゲームってさ発売されて何年も経つじゃん。その割にさ新しい発見っていうのめっちゃ出てくるよね。もう制作者さんマジですげえなって思うんですけど、ちょっと待ってね、こっからマジ集中していいかな。もうちょっとね、あのレールに乗りさえすればゴールできるでしょ。いやいやゴールじゃねえし、ちょっとこっからほっ、よしよしよしそれじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。